あ、駅だ。ただの駅じゃないよ。じゃーん、新幹線が出てきた。これは紙をこんな感じに折って駅の絵を描いて広げたところにさっきと同じ駅と新幹線を描けば特等イエローが飛び出す駅の完成。まもなく発車いたします。あ、乗ります。出発進行パビュー。あれ、サンさんは？僕はここだよ。ほら、わあ、窓の絵が変わってる。これは紙コップを2つ使うびっくり工作だよ。まず窓と椅子に座ってる絵を描いて窓の部分をカッターで切り抜くよ。もう一つ紙コップを重ねてくるくる回しながら景色を描くとまるで電車に乗ってるみたいになるんだ。面白い。この電車はドクターイエロー海行きです。あ、山が見えてきたよ。5月17日日曜日。